ぶらいドカーン、はい、ランランの奥にうららにございます。ランランのももです。よろしくどうぞ。あのママ、ママ落ち着いて。今回は年上男子、同い年男子、年下男子を分析しよう。すごい。今回はね、いろんなねメンズの話していこうかな思うんですよ。それも年齢に分けて、はい、どう、年上に対して何か思うことある？年上に対して思うことは、うん、ピンチの時はすげえって思う、うん、まあいろいろ知ってるからな、うん、はい、対処は。でも、うん、年上は年上で、うん、あの年上って思ってるから、うん、やっぱ一個一個の言葉に対しての上から感、うん、やっぱりチロチラ見えてくる。チラチラでいいや。年下がちょっと頑張ろうとしてる時の方が可愛いって、でお姉さん頑張っちゃおうってなるよね。友達というか、あの絆会、ももの地元のさ、うん、あの家族の仲いい人らの絆会で、絆会っていうのがあるんですけど、はい、そこで、うん、あの姉御夫婦っていうのかな、姉さん女房、姉さん女房、うん、な、え、年上なんやって、まあなんか新鮮やんか、うん、聞いて、じゃあ、うん、年下がアホでも許せるやろって言ってた、うんうんうん、ほんまにそうやなと思って、うんってなった。でも遅刻してきたりとか、今起きたとか、ね、ああ、それを年上にされるのと年下にされるのやったら、うん、年上にされたらこの人こういう人なんやって思っちゃうと思う、うんうん、遅刻とかするタイプでも、うん、年下がしたら、あ、もう年下でってなってまうなと思う。だからなんか許せる理由がその人が好きやからじゃなくて、年下やから許してるっていう状況はあるかもしれない、うん、確かにな、うん、年上の方がまっすぐ好きにはいけると思う、うん、だって年上やからみたいなんで許すとかいう概念ないやん。ってことは年下がいいのかな。じゃあ今年下がリードしてるやん、うん、年下のちょっとデメリット考えてみよう。何がムカつくんやろ年下やと。シンプルにその、うん、付き合っていくやん年下と、うんうん、ええ時期に振られる可能性もある、うん、35ぐらいまで。もうちょっと同い年とかどうかな。でも同い年が一番見下してまう。お前同じ瞬間に生まれてんやろ、うん、お前それでそのスキルスキル低いってやっぱフィミってる。いや、同い年は、え、でもほんまにちょっと同い年はめっちゃ厳しめに見てんねんと思う。芸能界で同い年とか調べたらクサーってなんば。ちょっとチャレンジしてみたいけどね、同い年でなんかなしって。クリさんもそれはクリさんっていうのやめて、おっさんが呼ばれがらないごめんな。え、同い年はうわ、私全然大丈夫、なんかかっこよかった。でも逆に年上と年下しか付き合ったことないから、うん、同じ世代のこれあったよなとかが逆に新鮮でいいかもしれない。なるほどな。でもそれでさ、うん、こんなん最悪やけどさ、同い年同じタイミングで生きてる時に、え、あ、そっち好きやった派かとかなっちゃうんちゃう。特に世代めっちゃ激しいやん。流行りがさ、ももらみたいになんでもじゃないよ、これってなってる時にそれ知らんかったりさ、それを好きなやつ好きじゃなかったりとかさしたときに冷め。確かに。いや、ちょあんまタンタンしないよ。なんかカラオケで歌う曲とかで人査定しそうやん、ね、そういうのでさ線引きしちゃうやろ多分。ぶっとい線引く、これダメだ。でも結構年下ももう恋愛から除外されんのかな。あ、ももちゃんより年下。うーん、なんか年下に可愛いで、うん、例えばなんかお尻プリってやったりするときに、うん、かわいいって言われてもなんか、うんうん、嬉しくないかもしれない。何してんの。いや、なんかあるやんそういうの、ね、見てこのパンツイーブのパンツとかさ、なしてんねんとかね、かわいいお尻とかさ、それを年下にされたらなしてんねんって。確かに。そのなんかあのももたんができないかもしれない。ほんまや、確かに。でもほんまそうかも、うん、年上ですかね。うわー、刺してきたね。うん、年下に怒られたりとか無視したらほんまに申し訳ない気持ちなんだよ。あー、まあそれは確かにな、うん、だからだって年上が毎回払ってるって状況もめっちゃ嫌や。どうしよう、やばい問題出してもうたよ。
年上と年下のかっこいい芸能人出してどっちがいいかで決める。そもそも言わせてもらったらな、年上でもマジで子供みたいなやつもおれば、そう、年下でもびっくりするぐらい大人の子もきっとおる。でもおると思う、しっかりしてるパクセロイみたいなやつ。切ない目。ちょっと決められない。もうそのもう言わんでいいな、もうこれだけはじゃあ言いたいのは、うん、マジで年とか関係ないから時間やから、その人が生きてきた中での中身の濃さって全然違うから。そうやな、羽生結弦君と同い年の人多分グッてなるやん。藤井聡太君と同い年の人もグッてなると思う。そうやん、橋本環奈ちゃんとかあの人らと同じでも、福君とかやばいじゃん、えげつない、芦田愛菜ちゃんとかやばい、やばいし、年関係ないっす、年関係ないけど統計は取れる、年が違う2人が1つになれば。でもそこの固定概念にあのグッてなりすぎないことも大事と改めて気づかされた。ももらは年という先入観でいろんな人の出会いやきっかけチャンスを捨ててたかもしれない。ちょっと私ら反面教師にして、みんなは年でみんなやめて、年でなんか線引いてる自分おった。なんか今日は逆にみんなに学ばしてもらいましたわ。あざす、お礼申し上げます。みんなは年とかの概念こだわらず自由に生きてほしい。ジジイと付き合っても、はい、厨房と付き合っても何してもいい。あいせ犯罪だけは、それはそう、同意を得た上で。なんか今日は学んだね。ありがとうございました。途中甘噛みしてましたよね。甘噛みしてました。あなたね。あの皆さん見えてないと思うんですけど、あの今熱入りすぎて、あの足やめて、はい、開けるとこまで開いてます。確かに、皆さん、はい、愛とは、恋愛とは深いものです、はい、でもみんながあるイメージの概念にとらわれずに、突き進んだものだけが得れる愛がきっとあるはず。20歳上でも何でもいい、愛せ愛せ。よかったと思った方、いいねグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バットはブル。それではごきげんよう。いや今日はいい回やったよ。それいいわ、燃えた。いやよかった、燃えたぎった、ね、愛せ愛せ。いるこれ。いるよ、いるねん。